弱点をポジティブに捉えれる、うん、やっぱそれが問題かなと思うね。逆にですね。逆にね、なるほど。じゃあ、元プロサッカー選手の宮川です、今日はね、まあ、シュート君からの素朴な質問っていうのをまたね、引き続きちょっと答えていこうかなと思ってるので、まあ、すごいいいね、視点からね、いろんなことね、質問してくれるからね、まあ、僕もね、答えられる範囲でね、しっかり答えていこうと思うので、よろしくお願いします。お願いします、はい。普通に質問として、まあ、いきなり言っちゃうと、まあ、日本人って恵まれすぎなんじゃないかなっていうふうに思ってるんですね。どこまで行ってもその貧しい国の人でもやっぱりサッカーはやってるし、うんうん、でも日本人ってそのスパイクにこだわったりとかボールがすごいいいやつだったりとか、うんうん、ウェアがとかなんかすごいこだわりが あってすごい、うん、あのいろんな設備が整ったところで日本人ってやっぱりやらしまってるかなっていうのをすごく思うんですよね。うんうん、でもそれでも海外のレベルにあの貧しい国でも強いっていうところはやっぱあったりするんで、うん、恵まれすぎているがゆえっていうのってあるのかなっていうのも感じだったりして、まあ、ちょっといろいろ世界見てると思うので、ね、例えば僕らが小学生の時携帯電話とか全然普及しなかったし、はい、ね、やっぱり今現代の子って誰でも携帯電話持つようになったから、確かに、まあ、それとも同じでやっぱりね、まあ、僕の時代と今の時代よく比べちゃうとちょっと難しいかもしれないというか、まあ、明らかに今の方がねやっぱ恵まれてる、絶対、うんうんうん、絶対的にねやっぱね今サッカー史の方が恵まれてるし、はい、けど恵まれてる反面それこそそのハングリーさっていうのが確かにちょっとないような気がする。あ、ハングリーさ、うん、そうだね、うん、僕らとかはさ基本的には僕なんてさ本格的にサッカー始めたの少年団って言われて入ったのが小学3年生、うんうん、でそれまではさ、サッカースクールとかもないからその時代って、だからそのストリートサッカーだよね本当、うんうん、ここら辺の広場でもうボール蹴って友達とね、はい、もうそれぐらいのレベルなんだよ、はい、やってたのは。じゃあ今の子たちってサッカースクールとか、はい、少年団も1年生から入れるようになってるから、うん、やっぱりめちゃくちゃ恵まれてるなと思うし、そうそうそう、小学3年生からかな、幼稚園卒業して小学校入ってようやくサッカーできるなと思ったら、うん、小学3年生からですって言われて大泣きしたの覚えてんだよね。そうそう、やっとできるかなと思ったけど、うん、年齢制限があったから、うん、今の子1年生からでも入れるしね、うん、少年団というかそういう活動ができるから、まあ恵まれてるよね。確かに、まあそこの段階で年齢制限が緩くなった。緩くなったし、はい、うん、まあそのサッカーっていう本物のなんか試合とかね、うん、まあ、練習とかって触れ合う機会が、うん、まあ、僕よりも早い時代年代で触れるっていうのは、まあ、恵まれてるなとか、うん、羨ましいなと思って、うん、なるほど、うん、けどその分なんとかさ、やっぱハングリーすら足りないってさっき言ったんだけど、はい、やっぱりなんか整った環境の中で当たり前ようにプレーしてるから、うんうんうん、なんかそれが普通になっちゃうと、例えば本当にがむしゃらにさ自分の技術を上げるとか、はい、っていうのも多分ちょっとなくなってくると思うんだよね。当たり前になってくる、当たり前のようになってくるっていうのがあんま良くないんだよね、こういう習慣っていうのは。なるほど、うん、普通じゃないんだよねそのことってっていうのを僕は小学3年生の時にようやくサッカーができて、はい、ようやくチームで移動することができたらめちゃくちゃ嬉しかったんだよね、その時。日本と海外の子、まあちょっと海外の子はね、何十年前の先でちょっとよくわかんないんだけど、僕がそのブラジルだったりヨーロッパだり行って、やっぱり思うのが、ブラジル南米の子はもうめちゃくちゃ貧しい子とか、めちゃくちゃ裕福の子と、もう貧富の格差が、激しすぎる、うんうん、でもちろん僕が遠征した時もいい地区エリアとか、悪いエリアを、まあ、通っただけなんだけど、まあ、見てて本当スラム街っていうのもあるし、うん、日本でなかなかスラム街って見ないと思うけど、みんな本当に貧しいような環境の中でも、うん、サッカーってできるんだよね。だから正直言うとサッカーはお金をかければかけるほどプロ選手になれますよとか、
ね、はい、っていうわけでもないんだよね。そういうスポーツでもない全然。スラム街で、はい、やっぱお金かけたいんだけどかけれない選手っていっぱいあるけど、はい、例えばそのストリートサッカーで、はい、まあ、技術磨く、闘争心磨く、俺は絶対何プロになってやるっていうハングリーさっていうのもまた育つだろうし、うん、まあ、またお金かければ、正しい知識を持っている人がいれば、はい、しっかりそれを教え込むことによってプロになる可能性っていうのはもちろん高くなってくる。そういうことですね。そう、南米はまあ本当貧富の差激しいけど、うん、一番そうやってサッカーは別にお金がなくてものし上がれるんだっていうことを実際証明してる人に何人もいる、うんうんうん、だからね、本当ね、正直言うとね、はい、どっちが正しいかわからない、正直言うと。もうその人のもうモチベーションというか意識次第だと思う。南米は特にそういう色が濃いかな。うんうんうん、そうだね。南米はどっちかというと貧しい、うん、どちらかというとね、うん、はい、じゃあその貧しい感じなのに、うん、やっぱうまい選手が出てくるっていうのは、うん、それはやっぱりそのサッカーの何ですかね、基本っていうのがもう溢れてるんですかね、やっぱりその、まあこれやっといて当たり前だよねみたいなやつがもうみんな、国民が全員好きだからね、やっぱスポーツ的にもうナンバーワンスポーツだから、ブラジルとか特に、はいはい、まあみんなさ、それを前にも言ったように、うん、あのサポート観客の人がやっぱサッカー好きで、やっぱサッカーのことを知ってる、そうですよね、どうしたね、はい、そうで、うん、やっぱり批判もすごいし、けどそれだけやっぱサポートもすごいから、うん、やっぱりもう彼らにとっては普通なんだろうね、生活の一部というか、本当に多分ね、入り込んじゃってると思うよ、サッカーが生活に、うん、すごいですね、やっぱりみんなそれだけ楽しいっていうふうに 思える、楽しいし、多分熱中しちゃうんだろうね、やっぱり本当にそれぐらい虜にするスポーツだと思うんだけど、うんうんうん、まあブラジルとか、まあいい例だよね。やっぱだけどサッカーも、うん、あの僕なりに思ったんだけど、上手ければ上手いほどお金がかからないスポーツだと思ってる、正直。上手ければ上手いほどお金がかからないですか？かからないスポーツ、逆にね。例えばさ、もうめちゃくちゃ上手い子がその地区、まあ、スラムから育ちましたって言って、はいはい、で貧しいんだけど、やっぱりその子を置くことによってどっかのクラブチームがね、うん、利益をもたらす、はい、っていう構図になっちゃうと、呼んでくるだから自分からお金払うっていう感じじゃなくて、はい、呼ばれるからやっぱお金も全部サポートしてくれるし、うん、逆に給料もらうっていうケースも出てくるわけ。それは少年の時代でも中学生高校生でも、はい、そう、そういうこともありえる。全然海外はですか？海外はもうありえるね。小学生からもお金がもう発生するの。だからめちゃくちゃスーパーなやつだったら、はい、もう誰もが欲しいわけよ、自分のチームに。あそうです、ね、クラブチームもね、はいはい、そうだから取り込んでそこでプレーしてもらって自分たちを育てる、さらに、はい、っていうと利益になるからね、将来的には。やっぱりプロになってくれたら、あのファンが増えてグッズとかいろいろ買ってもらえばクラブの利益になるし、はいはいはい、あとはもうめちゃくちゃビッグになって成功したらヨーロッパとかに移籍するときに移籍金っていうのがクラブに入って、ああ、うん、そうなんだ。だからね、サッカー上手ければ上手いほどそういう手厚いサポートを受けられるっていう構図になってくると思う、うん、あ、それが海外と日本の特に違いで、日本はね、特にそういうのがあるんだけど、特に上の J の子たちでもそのスパイク提供とかクラブチームからね、あ、なるほど、はい、そういうのがあると思うんだけど、うん、まだまだお小遣いもらうとか、はい、全部学費出しますよとかっていうのはまだないと思う、はい、そうそう。だから南米はやっぱり本当にそれこそ、まあ南米でずっとプロ選手する人によれば、うん、まあ、みんな多分密かに思ってるのが、やっぱり表舞台は欧州のトップリーグでプレーしたりとか、うん、チャンピオンズリーグでプレーしたりとかっていう少年とか少女とかいっぱいいるから、うん、やっぱりその成り上がってやろうっていうハングリーさが全然違うんだよね、うんうんうん、そう。
でやっぱり生活環境もあるし、例えば片親の人とか、はい、まあ、貧しい人とか、うん、ね、っていう階層の方がやっぱどんどん多いから、はい、だからその家族のためにプレーするとか、うんうん、まあ、自分がいい暮らししたいとかっていう、なんかまあサッカーで目的があるよね、一人一人多分、うん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 、まあだからそんな思いがあって日本人の子ってプレーできてるかなと思うと、まあ、結構クエスチョンなところが多いからね。そうです、ね、まあプロになりたいのは分かるけど、うん、じゃあ何のためにというところまでは掘り下げてあげると、うん、なかなかそうやってはっきりとした答えは明確な答えは出てこないと思うんだよね。うんうん、まあそこがなんとなくなりたいっていうのを目指してるっていう、あんま良くないところかなとは思ってる。あ、具体的なあれですね、目標とかっていう形で。そうだね、うん、要は目標はもうプロになるっていうのは分かるんだけど、はい、じゃあその何のためにとかさ、うんうんうん、どうすればとかさ、はい、うん、っていうのをやっぱもっともっと考えて意識しないと、うん、ただなりたいだけじゃ多分なれない世界だからね、こういうのって。ああ、うん、なるほど。まあ、正直だからちょっと若干汚い話、うん、あのじゃあお金が目的でっていうぐらいな感じで、本気、あのこれも好きだし、うん、お金も稼げるしっていうぐらいな感覚で、うん、もう本当に今の生活変えてやるんだってぐらいの子たちが、うん、海外の貧しい国の子たちは全然それがありことってことですね。そうだね、全然あること。全然あるんですか。子供の力じゃそういうことを意識しちゃってる。意識しちゃってる。そうだからね、やっぱプロになるためにどうすれば、やっぱそのさっき言ったように生活環境を変えたいとかっていう強い思いがあるからこそ、うんうん、その練習に対しての集中力だったり、うん、もう学ぼうっていう意欲がやっぱすごいと思う、うん、やっぱり練習するときにめちゃくちゃ真剣みんな、うんうん、まあ、ふざけてるときはふざけてるのもいいかもしれないんだけど、やるときは本当真剣、もう目に見てわかる、本当に。へえ、うん、なんかね、ふざける選手いないんだよね。いないんですか。いないんだよね。なんでかなってね、なんであんな一生懸命ボールを打ったりとか、うん、めちゃくちゃ頑張るんだろうなっていうのは、うん、僕は実際海外で中学生、高校生年代、うん、行った時からずっと思ってたこと。そうです。そうそう、だけどやっぱそのオンの時の爆発的な集中力はすごい、うん、日本人の子にはなんかそれが足んないような気がするな。僕はその中2で AC ミラーの練習行った時も、もう練習場の設備だったりトレーニング施設だったりっていうのがやっぱりすごい良かった。うんうん、もうなんかすごいサポートされてんなっていう感じだったね。あ、そうなんだ、うん、まあ、ちょっとそのミランの下部組織ってやっぱミランってビッグクラブだから、うん、やっぱそういうビッグなところの下部組織はやっぱり手厚いサポートっていうのはあると思うんだけど、うん、まあ、それにしてもやっぱヨーロッパ全体ね、なかなか本当小さい町クラブだったら結構広いかもしれないんだけど、ある程度もう芝でもプレーできるし、うん、まあ、日本はまだ土の子多いじゃん、土でプレーする子って、はいはいはい、うん、けど小学生年代から芝でプレーできるし、人工芝でもやってるしっていう、うんうん、まあ、かなりいい環境、そういう、プレー面ではね、うん、そう環境が整えられてるかなって日本の子たちよりは。そう、うん、けどやっぱ普段のとこから、まあ、そういう設備っていうのを揃えてあげれれば、やっぱりなんていうかな、いざそうやって芝の戦いになっても、うん、そういううまく戦えるようになると思うし、うんうん、まあ、それが日本の課題かなっていうとこかな、やっぱり。なるほど。土が多いんでしたっけ。土はだいぶ多い。なるほど。砂利というか。砂利ですか。まあだけどある意味、はい、それをいいポジティブに捉えると、はい、やっぱバウンドがすごいから、僕も土でずっと小さい時は試合してたから、うんうんうん、逆に普通にコントロール難しいからね、土の方がもっとバウンドするから。あ、そうか、うん、だからコントロールするには本当はいい環境でできてるんだけど、はい、だけどそういう準備が遅かったり予測がなかったりっていうのが日本の子たちの弱点だから、はいはい、いい、逆に言うとコントロールする環境でいい環境でやらせてもらってるんだけど、うんうん、そこが全然上がってこないのが、うん、多分もどかしいなっていうのがあるね。あ、なんかその弱点を弱点で捉えてて、うん、弱点をポジティブに捉えてる、うん、やっぱそれが問題かなって思うね。
逆にですね。逆にね。なるほど。よく言い訳はよく聞く。芝だから芝じゃないからとか。あ、はい、そうそう、言いがちですね。確かに言いがちな、はい、そういうやつは聞くけど、僕だったらいつもだったらコントロールの練習になるから 100% この中でコントロールしてみって言って、芝だったらもっと簡単にできるよっていう、うん、弾まないしね、そこまで。そう、まあ、経験値としてやってるんだよってことが子供たちが気づいて、いち早く、そうだね、気づいて、いかに前向きに捉えられるかっていうのが、はい、やっぱり本当に自分の成長につながると思うんだよね。うん、まあいろんな環境があると思うけど、正直、まあ、その自分が置かれた環境でいかにポジティブにプレーするかっていうのが、うん、やっぱりその何て言うかな、プロになるための、うん、大事なことだと思うし、うんうん、やっぱね、ないものねだりをさしたらそれで終わりだしね、うんうん、まあいろんな環境あるけど、世界でもいろんな環境でプレーしてるのもあるけど、うん、けど結局最終的に上り詰めてる子っていうのはそうやってポジティブに物事を考えられている子、うん、っていうのが多いかもしれない。ご視聴ありがとうございます。この動画を気に入ってくれたら、チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。